今日東京都が確認した新型コロナウイルスの新たな感染者は1万6,129人で、10日連続で前の週の同じ曜日を下回りました。感染が確認されたのは10歳未満から100歳以上の1万6,129人です。このうち613人は家族の感染で濃厚接触者となり、症状が出たため検査を受けず医師が陽性と診断した患者です。 一日あたりの感染者数は10日連続で前の週の同じ曜日を下回りました。2万4千人を超えると社会経済活動に影響が出るとしている直近7日間の平均の感染者数は1万4千575人で前の週と比べて82.4%となっています。重症者は昨日から一人減って80人です。 オミクロン株の特性を踏まえた新たな基準となっている重症者用の病床使用率は、昨日時点で32.7%となっています。感染者を年代別に見ると、40代が2916人で最も多く、次いで30代が2778人、65歳以上の高齢者は1632人でした。全体の病床使用率は59.5%となっています。 また30代から90代の男女26人の死亡が確認され今年最も多い人数となりました。